こんばんは、ワイズです。バディミッションボンド実況プレイ始めていきたいと思います。前回までに、ボンドの仲間との絆を思い出して、ルークがほぼ立ち直ったところまで進みました。で、最後の部屋、すべてのパーツは僕の中にある、答えを出す時だ。自分の存在と、パスコードのありかとか、そういうものについて、すべての答えを出す瞬間が来たのかなという話です。やっていきましょう。残念だな、小豚ちゃん。行き止まりだぜ。ウィリアムズ、お前はやはりどこにも行けないということだ。もう名前ハテナじゃなくていいでしょ。いや違う、多分僕はもう知るべきことを知ったんだ、ここから出るために必要なのはコードのありか。それは実質ダンバーンズの息子は誰かということだ。仲間たちがくれた手がかりは3つ。1つ目、ダンの息子は僕じゃない。2つ目、ダンの息子には隕石の音波が効かない。そして3つ目、ダンの息子は偽名を使っている。まだあるぜ。4つ目はな、答えを知れば、もう知る前には戻れない。もう自出しちゃったようなもんだもんね。というか、知る前にはもう戻れないよ。どっちにしろ自分がルークじゃないっていうことは知ってるんだから。こんな声が聞こえるのは僕の中に予感があるから。相手との関係が崩れるっていうか。僕はきっと目的の人物をよく知っている。背を向けるな。これまでのことをしっかり思い出すんだ。アスマリー研究所の第一人者ダン・バーンズ、彼の息子は。ああ、ここでこの4人。はあ、なんか選択肢がこう文字じゃなくてこのシルエットになってるのいいね。ああ、持ち主はルークですよね。やっぱアーロンなのか。いやいやいや、今気づいたみたいにリアクションするけど、よくした考えかもしれない。そう考えれば辻褄が合う。少なくとも洗脳が効かなかった時点で一番可能性高いよね。そう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 、これを言われてたもんね。彼のそばで光っている装置、見覚えがあるはずだよ。あの時確かに隕石装置は作動していたはずだ。でも彼は強化しなかった。それを見て父さんは気づいたの。俺はずっと思い違いをしていたわけだ。おかげで本当のコードのありかが分かった。ラベルは違うんだ。なるほど、符号する。彼はダンの息子とされていた僕と年齢が近い。さらにハスマリーとも縁が深い。おそらく彼こそダン・バーンズの息子だ。それなら君の名前は。
君の名前は？ルーク。君は誰？俺のことはヒーローって呼んで。そんな出会い方してたんだ。なんで研究所にいるの？大人の人たちがここで暮らしていいって言ってくれたんだ。ヒーローっていうのは名前？そう、孤児院が潰れる前先生につけてもらった。かっこいいだろ。うん。あっち行け、行けったら。ちょっとなんかガルルーとは違う感がある声だったけど。ありがとうヒーロー。それとごめん。いいよ、俺強いもん。ヒーローごっこ得意だし。ヒーローごっこ？そう、やりすぎて名前がヒーローになったんだ。ルークもやってみる？強くなれるよ。うん、僕もヒーローになりたい。ん？じゃあ俺名前変えないとややこしいな。何にしよう。アーロン、ベン、クリス。あ、ここでアーロンって言葉が出てきてた。ごめん、やっぱりやめるよ。やめるのなし、一緒にヒーローになろう。約束だ。今日も元気いっぱいね、ヒーロー。飯足りてないだろうに、偉いな。待ってろ、俺のパンをやる。いいよ、おじさんの分なくなるし。それよりルーク知らない？奥に向かったのを見たけど、ダン博士の部屋かな。ありがとう。家族ってこんな感じかな。あー、そこで聞いたのか。個人のみんなはチリチリになったけど、ここの人たちとはずっと一緒にいられるといいな。よし、そーっとドア開けてルークを驚かすぞ。あ、ダン博士も一緒だ。いいかルーク、このチップには鍵がかけてある。開けるためのコードを言うから暗記しておくれ。コードはお前の脳にある。 PAX6G1 8。 助けてくれ！クソ、軍のやつら、これじゃ研究が水の泡に。ルーク、どこだルーク。ダン博士。ああ、君ルークを見なかったか。いないんだ、どこにも。見てない。そうか、君は早く逃げなさい。ヒーロー、通気口から逃げるのよ。子供の体なら通れるから。それなら向こうだ。ヒーロー、向こうへ走れ。俺たちはダン博士と一緒にルークを探してくる。
て、今どかすから。後ろにいる？うん。俺を追い越していける？え？なんか動けな。ヒーロー！ヒーロー！なんだい？食べ物ならないよ。違う。病院はどこ？ヒーローが死んじゃうよ。諦めな。病院は傷ついた兵士でいっぱいだ。医者も全く足りてない。死にかけの孤児の面倒なんて見てくれないんだ。気の毒だけど、その子はもう手遅れだよ。ハスマリーに生まれた宿命さ。次は平和な国に生まれてくるよう祈ってやりな。ここがイカルド共和国の大使館？そうだが、この子を助けてリカルドに連れて行ってあげて。その気持ちはわかるが、この子はリカルド人なんだ。うわー、それで入れ替わったのか。ルーク・バーンズ。うわ、バーンズ、待っていてくれ、今門を開ける。やーべ、ちょっと泣きそう。これ身分の証明になるんだって。そういうことか。元気になって、絶対ここに戻ってきて。お願い、一人にしないで。
げうって何者でもなくなった子供がいた。ヒーローは戻らず、大事なものを奪われたまま、それでも立ち上がって新しい生と絆を築いてきた人がずっと隣にいたんだ。今すぐここを出よう。どうやって？出口などないよ。なら作るだけだ。前に彼がそうしてくれたように。遅くなってしまったけど、君に名前を返しに行くよ。そして君と一緒に全てを守る。待っててくれ、ルーク。うわー、うわー、なんかすごい全てがガチッとハマったね。あー、なるほど。もともとヒーローだったし、またヒーローになると。ヒーローゲージっていうのももうあれ名前だったってことか。うわー、なんかもうすごいね。いいね。いやー、ちょっと短いけど、これなんか他の話とくっつけるのもあれなので、ここで終わっておこう。あー、いや、なんか大使館行った時の話すごかったな。はい、ではありがとうございました。またよろしくお願いします。